すいませんでした。ちょっと間違って触っちゃって。あれ、スカイツリーが見えませんね。どこだっけ。あ、これですね。画面で見ると本当にこんな感じですね。ちょっと歩きながら、すいませんでした。上のボタンを触っちゃって、救急車の音がしますね。じゃあ歩きながらまた連絡と、すいません。封鎖、閉鎖っていうことでですね、いろんな施設、特に私愛知県の、施設ですね、昨日情報が入ってきました。COVID-19 の感染によってですね、いろんな施設が閉鎖されて、閉鎖されたところはですね、そこにあのご高齢の方でも障害の方でもご病気の方でもですね、いることができないんで家に帰したりということが起きるということを、あのいろんな国で起き始めてますね。日本でも、そういうことが現実になって、武漢では医療施設、病院がですね閉鎖と、日本でもそれがもうちらほら出てきました。だから検査をしなきゃいけないんですよ。あの政府の皆さん間違ってますから、あの医療機関は検査で潰れるんじゃないんですよ。あのレッドとグリーンに分けていないから潰れるんです。あの潰れるっていうのは機能を失うっていう意味ですね。あの医療従事者が感染をしてしまう、そうするともうその病院ではですね医療行為ができなくなる。でそうやって武漢では多くの人たちが亡くならなくていい人たちまで助けることができなかったと中国の人たちが私たちに教えてくれました。だからああいうその中国には あらかじめいろんな根回しをしたみたいですけど、韓国ともういきなりですね何も言わずに、本当になんていうかな、差別してるんですかね、この安倍政権というのは韓国の人たちを。ウイルスは共通の敵ですか、しかも隣でしょ、隣同士であればどれだけ情報の交換と協力が必要か、それは小学生だって分かる話じゃないですか、お隣同士仲良くっていうのは。歴史的なことを今持ち出す必要はないと思いますよ。韓国で働いてる日本の方からもですね、これどうしたらいいんだと、もういきなりで、しかも経済はつながってるんで、中国や韓国が厳しいことになれば、あるいは私たちと政治的にも対立してしまえばですよ、それはあの経済にも全て跳ね返ってくるんですよ。だから本当に私、この安倍内閣当主の皆さんがね協力するって言ったのはその通りだけど、本当にこれ延命させていいですか、このね土日の国民の世論のこの動きはとっても大事ですよ。皆さんもうおさらばしませんか。それでもやっぱり政府を存続させなきゃいけないからね、今非常事態だから倒すと移行に時間がかかるから、躊躇するっていう人も少なくないと思いますよ。私もそういう考えでした。しかしクライシスマネジメントチームももう8日も9日も前に提案をしても、もうずっとあべこべの政策は変わらないでしょ。あのクルーズ船の下船の背景が分かってきました。結局自分らの世論っていうかな、早く降ろせと、むちゃくちゃレッドとグリーンを混ぜて、そ
そして、乗員乗客がですね危険にさらされた、早く降ろせっていうふうに決まってるじゃないですか。でも問題は降ろし方なんですよ。それぞれの研修施設に分けて、そして経過を見ていいじゃないですか。なんでそのいきなりああやって降ろすんですか。今日あの寺田学さんがツイートしてましたね。秋田県には情報が入ってなかったと。私の友人のですね親友があの愛媛で県知事してますけど、彼記者会見で言ってますね。クルーズ船の乗客の方に愛媛の方がおられたと。でその方についての情報が来たのは下船の2日後だったって記者会見で言ってますよね。もうとんでもない話。つまり何が起きてるかというとですね、役所はですね段取りが必要ですよね。何をやるにしろ。でもその段取りなしに自分が思ったら即できると思ってるんですよ。学校の休校もそうでしょ、ね、こういう言葉は言いたくないけども、僕お腹空いたって言ったらパッとご飯が目の前に出てくる、そういう人たちなんじゃないんですか。僕は喉が渇いたって言ったらパッと水が出てくる、そういう人じゃないんですか。人間はねそうやって生きてはないんですよ。いろんな準備をして、そしてお互いがお互いを支えて生きてるんですね。ああこの人たちのやり方ってなんていうかな、特別な環境で自分たちの思い通りになってきた、そういう人たちなのかなっていうのをですねつくづく思いますね。昨日ツイッターで私の、政治の世界の非常に尊敬するジャーナリストの藤本さんがですね、伊佐さんという公明党の議員さんのツイートをですね、批判して書いておられたから、私もそれに加えてですね、公明党がですねなぜその今回の特措法を承認採取しないって言ったかというと、与党の事前承認が入ってなかったからだと。でそれを認めさせたんで承認だっていうような意味のことを書いておられたんで、それは伊佐さんちょっと違うんじゃないですかと。その承認っていうんであれば与党の事前承認ってだって法案で出てくるわけだから、それは緊急事態の発動についての事前承認ですね。でその承認は国会承認として法律に入れなきゃおかしいでしょう。そこまでおっしゃるんだったらということを言っていたら、伊佐さんが丁寧に反論してくださって、もともとこの特措法を、新型インフル特措法ですね、作ったの誰ですかと。それは原口さん、あなた方民主党でしょうと。あなた方はもしその国会の事前承認というのがなければ反対しますかって書いてありましたから、そうですよと。私たちがこの新型インフルをの法案を作りました。で成立は2013年ですから、今の施行ですね、失礼、今の自公の皆さんも賛成してくださって成立してるんですよね。で確かに反省があります。だって公文書も偽造する、統計も偽造する、そして議事録も偽造する、隠す、作らない、そういう内閣が生まれるとはですねやっぱり想定してませんでした。でそれはものすごい反省です。やっぱりね、私たち立法者はヒトラーとか安倍内閣みたいなものが生まれるっていうことをですね前提に立法しなきゃいけないんですよ。でもヒトラーのナチスは滅びましたけども、安倍内閣あるわけでしょ。そうするとこれ本当にこれに協力していいんだろうか。
これ明日からその議論が始まりますね。一応国対ではですね、誠実に対応するんであれば早く通しますよと、その日程ぐらいはあらかじめ目処をつけときましょうということは言ってますけども、本当にこれやっていいですか？危ないでしょう。だってもう内閣と内閣厚労省と自民党で特定の番組をもう非難し始めてるでしょう。恐ろしいですよね。つまり世論を封じ込めればまだなんとかなると思ってる節がある。でその反論も間違ってるでしょ。だから私はね、これはこの土日、国民の皆さんが私たちの命を守るためにもう 何やってもあべこべですから、どんな法律を作ろうかというか、今の新型インフル特措法、こういう時のために作ったんだから適用できるはずなんですよ、わざわざ法律を。まあでも逆に言うと、いろんな縛りをかけててよかった、かけるチャンスが来てよかったかなとさえ思うんです。人権やいろんな経済的な自由を緊急事態宣言すると制限されますからね。私たちが7年前に思ってもみなかった内閣ができているわけだから、逆に言うとチャンスをくれてるんじゃないかとさえ思います。さて、いろんなことがこの COVID-19 に分かってきましたね。で、最初は若い人や小さい子どもたちには感染しないと、あるいは強いとか言ってましたけども、それも怪しいですよね。それから潜伏期間も怪しいで、全てが悪い方にの数字が出てきてますよね。で、ただいいところも出てきてる。で、それはやっぱり時間が私たち人類に味方をしている、協力する知恵がですね、私たち人類に味方をしている。でもその味方になってないのがこの日本。世界の中でなんで日本だけがこんな4000元の能力があるとか言ってますけども、なんでこんなに検査をしてないのか、なんでこんなにグリーンとレッドを分けないのか、なんでこの政治家の危機感がこんなにも薄いのか、そこはですね、やっぱりもう変えないといけない。で、変えながら新しい国をですね、で、一つは労働ですよ。もう非正規やめませんか。非正規って言葉は今の内閣やめるって言ってますが、それおかしいでしょ。言葉をやめたからなくなるわけじゃないでしょ。みんなをしっかりと雇用できない会社だったら、社会的な地位を与えてはいけないんじゃないですか。雇用ですね。それから今は何と言っても所得保障ですよ。もう仕事がなくて、昨日も氷川神社までの間の道をずっと行って帰ってきましたけども、間のその飲食店、ここ赤坂っていうところにあるんですね。土曜日の赤坂、確かにいつもよりは閑散としてますけども、もっとそうですよ。で、もう押して計るべし、経済活動が止まってしまっているわけだから、経済活動が止まっている時には何が必要かというと、国がその分の生活を支える、そのために国はあるんですから。だから審議すべき法律はベーシックインカム、つまり新型コロナのこの経済のフリーズとした状況で国民の皆さんが日々の暮らしを支えるだけの糧を国からもらうと、これじゃないですか。いや、そんなことするとハイパーインフレが起きるという人がいますが、
逆でしょ。経済が止まってですね、人々が生きる術をなくして、そしてそれでハイパーインフレ起きませんか。そっちの方がよっぽど起きるでしょう。たとえ100兆円今つぎ込んでもですよ、国民に。それでハイパーインフレ起きますか。起きませんよ。よくね、政治家の皆さんも国全体のバランスシート、世界の中のバランスシートを頭に入れて議論してくださいね。社会保障と税の一体改革ってね、私仲間がやったから、強い言葉で非難するのはやめますけども、まあ愚かは絵に描いたような、強い言葉になっちゃったな、ことですよ。民主党の代表選で私が力不足で野田氏に負けて、そしてこれで政権を奪われ、そして今のようなもう人権もあるいは正義も何もないと、こういう状況ですよね。だけど私はいろんな希望を持ってます。全体の世界全体のバランスシートが今回の COVID-19 によってものすごく変化するんですよ。金融のデリバティブもそうですね。ああやって負債と資産をですね、ゼロから作り上げていくところはかなり大きなダメージを受けると思います。つまり金融繁栄な戦争屋についてもそうですよね。軍の中でウイルスが蔓延して、あるいは潜水艦の中で、空母の中で蔓延して、そしたら乗員を守れませんよね。いかにそういう兵器が、この生物兵器、今回のが生物兵器かどうかっていうのは、それはいろんな議論がアメリカでもカナダでもなされているようですから今はそこには触れないけども、いかにその私たち人類が共に手をつながないと弱い存在なのかということをですね、思い知らされていると見ることもできますよね。で、思い知らされたらやっぱり改めないといけない。で、今回いくつも希望があるのは検察もそうですね。検察庁法を変えるという、この恐るべき暴挙にみんなが立ち上がりましたよね。そして覚えておられますか、指揮権発動があった時に、その時の検事総長は何て言ったかと、何ておっしゃったかと。その時の検事総長はですね、指揮権の及ぶのは私だけであると、つまり私が自分の首をすげ替えればそれで済むんだと。検察一体の原則というのがある。検察はですね、どこを切っても金太郎飴であるから、私がこの検事総長という職を辞してもまた次の人間が悪を許さないんだと。この決意はすごいですよね。私は今回そういう脈々とした正義を守る人たちの光が受け継がれているんだというふうに思います。なんでその特定の人をですね、定年延長しなければいけないかという、その背景もいずれ明らかになるんじゃないかと思っています。いろんな内部告発もあるようですし。さて、もう今日はここで皆さんにお別れをします。今日は曜日は日曜日ですよね。最後に本当にお礼を言います。全国からですね、バーチャルな政治大学校を作ってくれというお話もあったり、あるいはいろんな知恵を世界各国からもいただいてありがとうございます。で、やっぱり変革者の核を作りたいですね。私の政治の兄の、上田清前埼玉県知事もまた同じ会派で
大きな、まあ、民主党の塊でですね、働いてくれるようになるんじゃないかという記事を目にしました。今こそ本当の核を作って日本を救い、国民を救い、世界を救う、そういう時だと思ってます。こういう時にですね、試練です。もう見たことのないような試練です。こういう試練っていうのはまさに試すって書いてあります。特に試されては一番いけない人たち、小さい人たち、立場の弱い人たち、ご病気の方々、そういう方々をしっかりと守るために皆さん手を結びましょう。それじゃあちょうどスカイツリーで始めましたから、スカイツリーどうなってるか、ああもう雲の向こうに見えないですね。スカイツリー霞んでますね。こんだけだ。さっきつついてた、あ、名古屋も雨ですね。そうですね、状況を皆さんに共有する、これはあくまで私の世界から得た情報、皆さんからいただいた、医療の最前線の方々からいただいた情報ですから、私の情報が全て正しいっていう気は全くありません。そういう独善に陥る気もありません。しかしどうぞ皆さん力を合わせましょう。良い一日を。失礼します。